コロラド高原の位置コロラド高原は4コーナーズを中心とするアメリカ南西部の山間大地である。総面積は約33万7000平方キロメートルであり、コロラド州西部、ニューメキシコ州北西部、ユタ州南東部、及びアリゾナ州北部にまたがっている。コロラド高原にはコロラド川お及びその支流であるグリーン川サ3、フアン川、リートル、 コロラド川が流れている。コロラド高原は、ロッキー山脈、ユインタ山脈、リオグランデダに、モゴヨン列港、ベースンレンジに囲まれた地域であり、巨大な断層によって、複数の大地に分けられている。コロラド高原の看板は、海抜1500メートルから3350メートルまで、ほぼ水平に堆積岩が積み重なってできている。 コロラド高原の近くは 35km から 50km あり、グランドキャニオンなど、グランドステアケースを構成する、様々な崖や、峡谷の断面で、コロラド高原の近くが剥き出しになっている。フォーコーナーズとコロラド高原、コロラド高原の得意な地質学的特徴として、非常に安定した地界であることが挙げられる。少なくとも、過去6億年の間には、地界に、 大きな変化があった形跡は全く見られない。しかしながら、それとは、対照的に、コロラド高原の周囲では、激しい地形の変化が見られる。コロラド高原の北側及び東側では、地殻が押し上げられ、ロッキー山脈が形成された。また、コロラド高原の西側及び南側では、地殻が引っ張られ、ベースンレンジが形成されている。 サキュカンブリア時代のコロラド高原がどのような状態であったのかについては、現在のところ、コロラド高原の南端にあるグランドキャニオンでしか知ることができない。グランドキャニオンでは、約20億年前の微子の遊ン岩から約3億年前の地層である海馬部石灰岩までが露出しており、これが唯一の手がかりとなっている。コロラド高原を構成するほとんどの岩盤は、 原始北アメリカ大陸の端に位置した温暖な浅瀬、及びその周囲の岸辺に堆積した堆積物によってできている。古生代のコロラド高原は大陸の沿辺に位置していたと推定されている。古生代の初期から数百万年にわたって堆積した日、ナリーワは暗く変色した変成岩の地層としてコロラド高原の基底部で確認することができる。古生代のコロラド高原は 周期的に熱帯の海中に水没しており、コロラド高原の岩盤にある石灰岩、砂岩、シルト岩などの厚い層は、海中に水没していた際に形成された地層である。また、コロラド高原が陸地であった際には、砂や泥が堆積したり、古い地層が侵食されたりした。古生代のコロラド高原では、このような繰り返しが3億年にわたって続いた。退職処理が施された。 中世代のサガ層中世代のコロラド高原は、超大陸パンゲアの生誕に位置し、北アメリカ大陸の一部として移動した。中世代の初期、コロラド高原は北アメリカ大陸西部で発生した大規模な地殻流域の影響を受け、約6億年前から形成されてきた滑らかな地表面は大きく歪曲した。その後、コロラド高原の西側にある火山が噴火し、 コロラド高原には大量の噴出物が降り積もった。この噴火により、かつては川や湖、内海であった地域にも噴出物が堆積し、広大なナバホ砂漠の地盤が形成された。中世代の末期になると、北アメリカ大陸に白亜紀海路が出現し、コロラド高原は、再び暖かく浅い海に覆われた。そしてこの浅い海に、ダコタサガンや熱帯結ガンが堆積した。 新生代古代三期に入ると、ララミー変動によって、コロラド高原を中心とするアメリカモンタナ州からメキシコにかけての広大な地域が隆起し始めた。コロラド高原にある少女断層は、硬い地界がわずかに時計回り方向に移動したことによって、現れたと考えられている。隆起運動は、新生代の初期から継続的にゆっくりと進行し、 しばしば玄武岩質の溶岩が流出した。その後、川や湖に堆積した泥や砂によって、ブライスキャニオンの地層の一つである、鮮やかなピンク色をしたクラロン層が形成された。中心夜に入ると、再び地殻変動が活発化し、約2000万年前からは、コロラド高原及びその西方の地域が不規則に隆起し始めた。地盤の隆起によって、 川の流れは激しくなり、崖の侵食を助長した。その結果、メサやビュートなどの地形が数多く出現した。また、岩海が歪曲隆流した結果、単車構造の地層断面がむき出しになり、侵食された断面には、ホグバックと呼ばれる、急斜面の崖に突き出した岩が残った。ナバホサ岩層の崖さらに、この地域に伸長力が加わり、 コロラド高原の地界が西向きに移動するようになった。また、コロラド高原の西にあるベースンレンジ地域は地殻変動が激しくなり、地高や地類による深く落ち込んだ渓谷や細長い山脈が数多く出現し、ハリケーン断層などの巨大な断層が現れた。また、コロラド高原の西方にシエラネバダ山脈が大きく隆起したため、雨影効果によって、 コロラド高原の大部分は乾燥した気候になった。しかしながら、コロラド高原の周囲で大規模な地殻変動があったにもかかわらず、コロラド高原は単一な地界のまま、地殻構造が保存された状態で残った。そのため、コロラド高原はベースンレンジよりも1トル以上高い、大地となっている。コロラド側は少なくとも600万年前には、 グランドキャニオンの中を流れており、土地が隆起するにつれて深い渓谷へと変貌していった。新生代更新世に入ると、氷期と魔氷期が周期的に訪れるようになった。氷期には、標高の非常に高い地域は氷河で覆われ、高台は凍結風化した。低地は急流によって大きく削られ、タウコが形成された。魔氷期には、氷河とタウコは消滅し、 コロラド高原は温暖で乾燥した気候に包まれた。コロラド川流域は循環燥地帯であり、峡谷、崖、天然橋、旋方、岩柱、一枚岩など特色のある新色地形が数多く存在する。コロラド高原には8カ所の国立公園と10、数カ所の国定公園、数十カ所の保全地域が存在する。ありがとうございます。